いや金を稼ぐのは大変ですね。金を稼ぐためには人がお金を払いたいと思えるようなサービスや商品や愛情や信頼関係の提供が要りますね、うん、だから裏返すとお金をもらえないようなレベルの信頼構築とか人脈だとか商品やサービスとか立ち振る舞いをしてるってことなのかなと思うと途端にねあの。 人の悪口を言うなみたいになっちゃいますけどもシンプルにビジネスこの考えたらそうなっちゃうんでやっぱどんな商品でもね受け取ってもらうことは難しいかもしれませんけども人が何に困ってるのかにはちょっと真芸尖らしていけないといけんなというふうな気はしますね、まあ、ちなみにねさっきねちょっと Twitter をつぶやいたらすごく自分に攻撃的な返信が来るんだっていうふうな ね、そういうふうな書き込み見てやっぱ思うんですけどもその自分を攻撃するような変身を生んだのは自分の発信だよねってことを考えるとやっぱなんかね何を発信するかによって反応する人が決まってくる、まあ、ここに因果方法のなんかロジックがあるのかなと思いますしじゃあ嫌な言葉が返ってきてそれで終わりかっていうとそうじゃなくてその嫌な言葉をど,どのように受け止めてねどのようにまあお返しするのかによってだんだんなんかね あれ案外悪いやつじゃないじゃんって互い思えるかもしれないですよね。まあそんな情報発信、引きこもごもでございました。いってらっしゃい。